株式会社 SMFG カードクレジットはかつて存在した株式会社三井住友フィナンシャルグループ参加のクレジットカード事業の中間持ち株会社株式会社三井住友フィナンシャルグループ参加のカード会社としては以前から株式会社三井住友銀行主会社の三井住友カード株式会社があった二千七年四月に 株式会社セントラルファイナンス及び同社が筆頭株主の株式会社クオークと提携。翌5月には CF が三菱 UFJ フィナンシャルグループを離脱し、三井住友フィナンシャルグループ入りした。2008年2月には株式会社 OMC カード株式を筆頭株主の代営から取得し、グループ会社化した。SMFG は参加に4社のカード会社を 抱えることとなったことから、グループのカード事業について統一的戦略及び、スケールメリットを図るために、中間持ち株会社の株式会社、SMFG カードクレジットを設立して、同社の下で統合することにした。2018年9月28日に、SMFG は、キャッシュレス決済戦略の推進のため、2019年4月1日を、もって三井住友カードを、 同社の直接の子会社とし、セディナを三井住友カードの子会社とすることを発表した。株式取得の具体的な方法は明かされなかったが、2019年4月1日付で三井住友カードが SMFG カードクレジットを吸収合併したことが国税庁の法人番号検索サイトで確認された。ありがとうございます。